ジョン・ F ・ケネディ特殊戦センタースクールは、アメリカ陸軍特殊作戦コマンドに属する組織。現在は最先端特殊作戦センターとも呼ばれている。司令官は、陸軍少将。1951年、陸軍心理戦オフィス部長ロバート、A ・マックルーア准将の指示により、カンザス州フォートライリー基地の陸軍幕僚学校に、心理戦訓練課程が開設された。 同基地には専務活動や心理作戦を担当する第一ラジオ放送広告グループも駐屯しており、この部隊は後にノースカロライナ州フォートブラック基地へ移転し、心理戦センターの帰還となった。心理戦センター創設時、アーロン・バンク・大佐が暫定的に心理戦センターの初代司令官に就任したが、その直後、バンク・大佐が 第10特殊部隊グループ司令官へ就任することが決まったため、後任として陸軍不評学校で参謀長を務めていたチャールズ・ H ・カール・スタッド大佐が同センターの正式な司令官に指名された。ありがとうございます。